100均でおすすめの編み機、12選、100均、ダイソーセリアキャンドゥなどでのおすすめ商品。1、ダイソーは、毛糸でリリアン、サークル、ピンに毛糸を引っ掛けるだけでサークル状の編み物ができます。編み針もセットなので、あと毛糸さえあればすぐに編み始められます。ペットボトルカバーなどにぴったり。2、ダイソーは、毛糸でリリアン、ストレート、細長い楕円型の編み機で、太い毛糸でのマフラーにぴったりな形、ピン一つ一つに数字がついていたり、溝があって引っ掛けやすくしてあったりと工夫がしてあります。3、ダイソーは、毛糸でリリアン、ストレート、波太毛糸のは、波太の毛糸を使ってマフラーを編みたい場合はこちら、編み物初心者でも波太毛糸で詰まった編み目で簡単に編むことができます。麻素材の糸などにも使えます。4、ダイソーは、毛糸でリリアン、ニット帽は、パーツを外したり繋げたりすることができ、ベビーから大人まで幅広いサイズのニット帽を作ることができます。パッケージの裏にちゃんと説明があるので初心者でも大丈夫です。5、ダイソーは、毛糸でリリアン、編みぐるみ、編みぐるみ号のサイズ、編み始めをわかりやすくするためピンの1本にマークがついていて、初心者でもわかりやすくなっています。細編み機もついているので便利。6、ダイソーは、ニットメーカー、極太、極太の毛糸にぴったりなピンが6本の編み機、連結させることができるので、好きな幅までつなげれば膝掛けなども作れます。指で引っ掛けていくので初心者におすすめ。7、セリア、ニット帽メーカー、2つのパーツをつなげてニット帽が作れます。口コミで人気で、インスタでも多くの方が作品を紹介しています。アレンジすればネックウォーマーも作れます。太めの毛糸がおすすめ。8、セリア、ペットボトルカバーメーカー、ペットボトルのような筒状の編み物が作れる編み機です。1個1時間くらいでできます。他にもレッグウォーマー、ハンドウォーマーも作れます。太めの毛糸がおすすめ。9、セリア、マフラーニットメーカー、口コミで人気の編み機、マフラーが簡単に作れます。ピンには1から24まで番号が振ってあって分かりやすく、初めてマフラー作りをする人にもおすすめです。10、セリア、レッグウォーマーメーカー、レッグウォーマー専用の編み機、好みに合わせて長さを調節できるため、自分だけのレッグウォーマーを作ることができます。小型犬サイズの腹巻きにもぴったり。11、セリア、フラワーパーツメーカー、丸と正方形の編み機、編み針がセットになっていて、可愛いお花のパーツを編むことができます。ヘアゴムやピアス、飾りパーツなどにぴったりなお花が作れます。12、キャンドゥ、イージーリリアン、マフラー、バックローの編み機、ちゃんとピンに番号もついていてわかりやすいです。波太でもしっかり編めますが、極太の毛糸を使うとフィットして編みやすいです。